にちは、高田元気です。これ、僕の簡単なプロフィールです。もうね、17、8年いろいろ使って、イラストレーターとして活動してるんですけれども、まあ、このチャンネルでは、いられを使ったイラストの描き方について、いろいろ発信していきたいと思います。で、具体的な描き方の前に、この動画では、いられの特性、と、まあ、あと、いられに向いてるイラストとそうじゃないイラストなんかについて説明したいと思ってます。というのも結構ね、これからデジタルでイラストを描きたいという人が、どのソフトを使おうかとか迷ってるフェーズで、結構質問いただくんですね。で、いられいいですかとか、いられ使えるようになるべきですかとか聞かれるんですけど、これ完全に人によるので、いられの特性を理解して、自分が描きたいタッチが、いられに相性がいいか悪いかっていうところを判断して選ぶのがいいかなと思います。その判断材料の一つとして見ていただければ嬉しいです。はい、最初に、いられの特性について説明したいと思います。1点だけ最大の特性というのがあって、これね、ベクター形式のソフトであるってことなんですね。で、ベクター形式って何かっていうと、これ口で説明するの難しいんで、ちょっと画面の方に切り替えますけど。はい、これ、僕のいられの画面です。で、同じイラストが2点、並んでるんですけど、これ実は左側がベクターデータで、右側ラスターデータなんですね。最大の違いはラスターデータって、こう、だんだんこう拡大していくと、わかりますかね？こうね、ドット、こう四角いギザギザになるんですよ。で、これをビットマップって言ったり、まあ、ドットって呼んだりしますけど、この点々の集合でできているのが、このラスターデータです。で、じゃあベクターデータどうかというと、これ拡大してもね、全然そういう風にね、ギザギザしないんですよ。もう曲線はずっと同じ曲線のまま。で、これがなんでそうなってるかっていうと、これ、レジェとかこう、パスって呼んだりしますけど、このね、いられで作ったパスは、この点とこの点がどういう角度とかどういう曲線で繋がってるかっていうのを計算式として記録して、それをいられがこうグラフィックとして表示してくれるっていう形の、データなんですね。なので全然こうデータの作り方が違って、まあ、この拡大しても荒れないっていうのはいられの最大の特性でもあり、まあ、特徴というかメリットでもあります。はい。簡単にちょっとベクター形式っていうものを説明したんですけど、このベクター形式のいられで描いた、まあ、僕のイラストをいくつか紹介したいと思います。本当は、いろんな人のイラストを紹介したいんですけど、ちょっと著作権的な問題とかも出てきちゃうんで、僕のイラストをご覧いただきますね。はい。で、まずこれ見ていただきましょうね。これちょっとドイツの自転車メーカーの、イラストなんですけど、全部こんな感じでいられで、ベクターデザインしてます。これはいい例えかどうかちょっとわかんないですけど、ベクター形式の説明するときに、アナログに例えると、こう色紙っていうか折り紙をこう切って切り絵みたいにして貼り合わせて作るイラストみたいなイメージをしてもらうとわかりやすいかなっていつも言うんですね。で、どういうことかというと、例えばそうだな、この手の部分とかも、こういう形の、こういう色の紙を切って、で、さらにこういうのも切って、こういうか。こういう色の切って、さらにこれも切って、綺麗にこう、貼り合わせると、影に見えるとか。そんな感じでこう全部別のパーツを作って、重ね合わせて、作るような感じです。で、まあ一回作ったこれオブジェクトって言うんですけど、これをね、こんな感じでこう、変形したりも、できます。だからまあ、慣れちゃえば自由度がかなり高いし、修正もしやすいのがいられの特徴です。ベクター形式の特徴です。はい。で、次は、これ僕のブログのヘッダー用に書いたイラストなんですけど、まあこんなごちゃごちゃっと書いてますけど、さっきのはこう、輪郭線がないタッチでしたけど、これはね、今度はこう、黒い輪郭線があるんですね。こういうのも書けます。で、全部これもこう別々のオブジェクトとして作ってて、その大きさとかも、こう、変えたりとか。こんな感じです。これも、オリジナルのイラストですけど、はい。まあ、これも輪郭線ありの。結構ね、こう、
拡大しても本当にこれ荒れないし、例えばここにいる小さい人物をまあ、あの複製して、これをぐわーっとこう大きくしたとしても、例えば手前にいるみたいなにしても、あの、こうギザギザ荒れないんですよ。これは本当にいられの、まあ、メリットというか強いところですね。はい。はい、あとこれも、以前描いたイラストですね。こんな感じです。まあ、線の、輪郭線のないタイプで、まあ、比較的リアルなタッチというか、こんな感じで、ちょっと透明になったりして、だんだんこう、消えていったりとか、自転車もこう、拡大すると結構ね、細かく描いてたりします。ちょっとこう、質感が、こう、グラデーション使って、こういう感じで少しリアルな感じにすることも、できますね。あと、靴とかもね、この縫い目をこう、描いたりしてます。はい。あ、こんなのも最近描きましたね。はい。あの、こういうちょっとね、説明的なイラストにすごく向いてて、あの、イラで。こういうのも向いてます。これも全部こう、別の、オブジェクトで、描いてます。はい、以上ですね。以上何点か見てもらいました。はい、今何点か僕のイラスト見ていただいてるんですけど、それ踏まえてちょっといられの、まあ、向いてるイラストと、そうじゃないイラストと、ちょっと説明したいと思います。でまずね、一つは輪郭線があるイラストの場合ですけど、輪郭線がね、こう閉じてるイラストの方がね、向いてるんですよね。こう全部、こう、もうこのパソコンの周りとか、こう顔の輪郭とか全部線が、切れてないじゃないですか。この輪郭線をこうプツプツっと途切れて描きたがる人も描きたい人もいると思うので、途切れて描きたい人はちょっと向いてない。まあ絶対無理じゃないですよ。絶対無理じゃないんだけど、ちょっと向いてないかもしれません。はい。次はね、色ですね。色はね、カットアウト調とかマットなこうカラーリングが向いてるんですね。だからこう。例えばシャツの色とかも、あんまりこういろんな色が混ざり合ってるっていうか、滲み合ってるみたいな、そういうアナログ的な表現はちょっと苦手で、どっちかというと赤一色とか、そこにちょっとカットアウトで影が入って、光が入っててみたいな、あの、ちょっと、して見ていただこうかな。まあ、例えば、このシャツとかも、この、もう青一色なんですね。そこに、この影がちょっと入ってるとか、髪の毛とかもこの色に対してちょっとこう影が入るとか、でここにいろんな色がこう混ざり合ったり滲むような表現っていうのはちょっと苦手なので、ちょっとなんかパキッと一つの色というか、うん。わかりやすい色でまとめていきたい人向けのソフトかもしれません。で、三つ目はね、そのタッチの傾向というか、比較的グラフィカルなものが向いてると思いますね。絶対そういうのじゃなきゃいけないわけじゃないんだけど、割とこう、アナログ調のものも苦手なので、どっちかというとこうデザイン的なものとか、インフォグラフィックスとか、そういうものが向いてます。で反面は逆にその向いてないイラストじゃどういうものかというと、まあ、一つ目はやっぱり、ね、アナログ的なタッチですね。デジタルを使うんだけどアナログ的な雰囲気というかアナログ的なタッチを描きたいみたいな人にはちょっと向いてないので、もうイラで使うと結構、ね、いかにもイラれるっていうタッチに、まあ、絞られちゃうというかできなくもないんだけど、まあ、アナログ的なタッチを求めるなら他のソフトの効率がいいとか描きやすいとかあということになると思います。あと、向いてないのは、手のストローク、ペンとかで書くときに、まあ、筆もそうですけど、手のストロークでサササッと書いたりするじゃないですか。まあ、それがすごく好きで、デジタルでもそういうのを、まあ、ペンタブでこう書くときに活かしたいっていう人には、まあ、ちょっと厳しいかなって、まあ、そういう表現がなくもね、あんまりやらないですね。割とね、こう独特のこう、ベジェ曲線を、作っていくような感じになるので、それがちょっとね、つまんないなって感じちゃう人は向いてないかもしれないですね。はい。それからまあ、カラーリングでさっきもこれ言ったことと被っちゃうんだけど、色がこう馴染み合うような滲むとか、ちょっとこうガサガサしたテクスチャーが入ったりとか、そういう表現は苦手なので、ちょっとその色が滲み合ってるような表現とか、そういう表現をしたい人はちょっと色々じゃない方がいいかもしれないです。はい。で、このベクターデータならではのメリットとデメリットについて説明したいと思いますね。まずメリットからいきます。まあ、最大のメリットは、拡大しても荒れないということですね。特に、イラストを仕事にするのにかなり強いというか、
結構ね、あるんですね。例えばさ、A4 サイズのイラストお願いしますってオーダーされて作ってたの。急に A3 で使うことになったんで拡大してほしいとか、大きいイラストにしてくださいって言われることあるんですよ。けど、ビットマップで作ってる人って、本当にそれを A4 サイズで描いちゃって、後から大きくしてくださいって言われても、これできないんですね。なんでかっていうと、拡大しちゃうと、さっきのギザギザが出てきちゃって、ジャギルって言ったりするんだけど。で、そうすると、まあ、ギザギザが出ないにしても、こう、引き伸ばすと、ぼやけちゃったりして、あまり綺麗にならないので、その場合はもう、一から描き直さなきゃいけないとか、そういうことが起きちゃうんですけど、これが、ビラリの場合だと、大きくしてくださいって言っても、ギュンってこう、拡大すればいいだけなので、基本的には割れないので、かなりそういう融通が効くっていうのが強いです。はい。次は、データが軽いんですね。まあ、いろいろちょっとね、エフェクトとか載せていっちゃうと重くなることもあるんですけど、基本的にベクター形式のデータっていうのは軽いです。まあ、例えばその、同じサイズの A4 なら A4 で、同じような色合いとかの、同じようなイラストを描いたときに、まあ、フォトショップ形式とイラレ形式だったら、イラレ形式の方がね、もう、10兆8軽いんですね。10兆でも100は軽いかな。はい。で、軽いと、じゃあ何がいいかっていうと、まあ一つはね、まず、比較的スペックが低いパソコンでも、そこそこ動いてくれるってことですね。はい。これ結構いいと思います。だからちょっとインストールしてみて、まずは、あんまり高いパソコンというか、ハイスペックのもの持ってないんだけど、ちょっとね、練習したいというか、スキルアップしたいという人でも、いろいろはなかなか、動いてくれると思います。はい。あとはね、ストレージを食わないですよね。例えば、500GB とか 1TB とかいうハードディスクとか SSD があったとして、そこにどれだけデータを、そのファイルを入れていけるかって時に、一つ一つのファイルがすごく軽いので、すごくいっぱい入るんですよ。まあ、あんまりそのストレージを食わないっていうのはかなりありがたいです。はい。で、そのストレージ食わないっていうのは、この SSD とかハードディスクだけじゃなくて、今クラウドも使う人多いと思うので、これもかなりいいと思いますね。例えば Google ドライブとか、ドロップボックスとか、そういうものにこう、まあ、バックアップをしておくとか、そういう人多いと思うんですけど、あれをストレージの容量によって月々の金額が変わったりするので、いられのデータを保存しておくように、クラウドを契約する場合、結構その金額も抑えられるというメリットがあります。はい、最後はね、転送が楽なんですよね。一つのイラストが、まあ、イラストのデータが大きいと、まあ、そもそもメールに添付できないとか、まあ、10メガ以上って未だにちょっとビジネス的に添付データにするべきではないみたいな話なんですけど、いられってちょっとした角度とかだと本当にね、1メガいくのいかないかっていうデータサイズなんで、全然ちょっとそれを10分にまあその圧縮したりはしますけど、そのまま添付してこちらご確認くださいみたいなことをかなりね、クライアントさんとやりやすいっていうのはいいです。はい。かなりスピーディーですね、データのやり取りが。3つ目はですね、これ完全に僕の経験則なんですけど、いられでイラスト描ける人は仕事もらいやすいと思います。で、これ、他のソフトが決して不利ということでもないんだけど、ただ、例えば同じタッチを描くイラストレーターが2人いて、まあ、片方がフォトショップというか、ラスター形式で、片方がベクター形式で、まあ、いられで描いてるとしたら、まあ、いられで描いてるからこの人を選ぼうってなることも結構あるんですよ。まあ、そういう意味では、まあ、いられで描けるようなタッチのイラストであるならば、頑張っていられ描いてる方が仕事をもらいやすいと思います。これなんでかっていうと、例えばね、いられのこのベクターデータって、そのまま、他のソフト、例えばアフターエフェクツとか、あとね、3D ソフトのブレンダーとかにも、そのまま読み込めたりして、結構そこでまた加工して活用できたりするね。で、アフターエフェクツの場合はそのまま、アニメーションにするとか、そういうことができるので、それを前提にしたイラストを描いてほしいみたいな依頼が来ることがあるんですね。はい。なのでね、ベクターでイラストを描ける人っていうのは強いですね。で、もう一つは、まあ、仕事もらいやすいっていうのと厳密にちょっと違うんだけど、ストックイラストっていうのがあって、アドビストックとか、シャッターストックとか、ピクスタとか、そういう、そのサイトに自分のイラストを登録しておいて、で、それを必要な人が買ってダウンロードして、その金額の一部が自分に入るみたいな、まあ、ざっくりとそういうシステムなんですけど、そこに、登録するイラストも、ベクターのイラストの方が買われやすいんですね。だからまあ、ストックイラストやる人は結構ね、やっぱイラレで描きたいっていう人も多いと思います。はい。そういう意味で結構、同じイラストでも、いられで描いたイラストは結構仕事になりやすいっていうメリットがあります。でですね、逆に、じゃあ、ベクターならではのデメリットについてもちょっと話したいと思います。最大のデメリットというか、まあ、難しい点というのは、ベジェ曲線というのを慣れるのが難しいんですよ。
だからこう、ベクターで書いてみたい、いられで書いてみたいって言っても、そのベジェ曲線っていうので、ちょっとこう書くのが、すごくこう、特殊なので、それをマスターできなくて、難しくて挫折しちゃうって人がすごく多いんですね。なので、ちょっとね、それが最大の難点かな。その分それを乗り越えてマスターしちゃうと、まあ、仕事にはなりやすいです。はい。ではね、ちょっとさっきは、ベクターであることによる、まあ、長所、短所みたいな話をしたんですけど、それと関係ない部分でのいろいろの長所、短所みたいな話もちょっと触れたいと思います。はい。で、まずね、1点目は、そのベクター形式のソフトの中では、いられても圧倒的なシェアというか、もうユーザー数が多いので、情報が多いんですよね。だからちょっとなんか使い方を知りたいとか、これを作るにはどうしたらいいかとか、ものすごい情報量があるので、いろいろこう、情報を得やすいというのがすごくあります。はい。二つ目の、長所としては、ここもさっきのね、仕事をもらいやすいって話をちょっと被るんですけど、まあ、イラストを描くにあたって、いられのスキルを習得しておくと、他の、まあ、職種というか、他の職業にも展開しやすいんですね。まあ、これがフリーランスであれ、会社員であれ、一緒なんだけど、例えばですね、一番いられが向いてるのって DTP デザインって言って、印刷物を、作る。本を作るとか、広告のチラシを作るとか、パンフレットを作るとか、まあ、そういったものにすごく使われるので、いられを本当に使いこなせる人って、まあ、そういう現場に行って、このぐらいいられ使えますって言ったら、かなりの確率で就職できたり、仕事もらえたりすると思います。いられのスキルが高いってことは、そのままそういった現場で、まあ、即戦力としてありがたがられるので、そういったまあ信頼性みたいなものですね、あります。で、それだけユーザーが多いっていうのはどういうことかっていうと、将来的にこのソフトが、まあ、消えてなくなっちゃうってことがね、まずないですね。まあ、絶対はないんだけど、まあ、ほぼないだろうっていう。で、これ、まあ、そんなことあるのかって思うかもしれないですけど、過去にもそこそこユーザー数がいたけど、そのソフトがなくなっちゃって、せっかく身につけたスキルがもう必要とされなくなってしまったみたいなこともあったので、どのソフトを選ぶかとか、その自分が大切な時間を何に割くかっていうのは結構大事だと思うんですね。そういう意味では、まあ、いられのスキルっていうのは、まあ、この先もかなり重宝されていくだろうと思うし、いられがなくなっていくってこともないんじゃないかなと思います。はい。次にね、いられの、じゃあ、短所ですね。短所は、まあ、あんまりないと思うんだけど、一つ挙げるとしたら、値段がまあ、あんまり安くないってことですかね。特にこれからいられを勉強したいっていう人にとっては、結構ね、安くないと思うんですね。で、それをこう、わざわざ、毎月何千円という金額を払ってまで、自分がこう、継続できるかどうかわからないものに投資できるかどうかっていうところで、結構ね、悩む人が多いと思うんですよ。はい。なので、その点が唯一というか、技術面以外の部分での短所といえば短所だと思います。で、これね、ベクター形式のソフトで、他の安いソフトもあるにはあるんですよ。で、一番有名なの、アフィニティっていうのがあるんですけど、これかなりの高機能で評価高いです。とりあえずベクター形式のソフトに触れてみたいという人は、それ使ってみるのがいいと思います。で、ただ、まあ、いられ以外のアフィニティとかのソフトの欠点としては、やっぱユーザー数がまだ少ないので、情報とかそのチュートリアルがね、少ないんですよね。だからちょっと情報を得にくい。で、もう一つはそれをすごくスキルアップしても、あんまり業界との互換性がないので、データ形式に。アフィニティで作ったベクターデータをそのままクライアントに渡すとか、それから誰かとやり取りするとか、一緒にこうコラボレーションしてイラストを作るとか、そういうことがしづらいっていうのがあります。そういう意味ではやっぱりその高くてもユーザー数の多いイラレの方が、まあ、全体的なメリットとしてはものすごく多いと思いますね。はい。イラレとかその Adobe CC っていうパッケージは高いんですけど、ちょっと、ね、裏技的に安く買える、もちろん方法的にですね、変える方法もあって、それ僕のブログで紹介しているので、ちょっと概要欄に貼っとくので、ちょっとでも安く導入したいという方は、ぜひ読んでみてください。はい。はい、そんな感じで、今回はいられの特性、長所短所、向いてるイラスト、向いてないイラスト、そんな話をしてきましたけど、いかがでしたでしょうか。これからね、たくさんいられでのイラストの描き方なんかも、動画で説明していきたいと思ってますので、よかったらチャンネル登録と高評価いただければ嬉しいです。はい。あとコメントで質問とか感想とかよかったらもらえると嬉しいです。はい。では次の動画でお会いしましょう。